スーパーフライデーの時間だ。味わい深いラジオをお送りしていくぜ。ウィークエンドザランページ21時から生放送、ウィークエンドザランページ、リーダーのジンとボーカルのリクです。よろしく。よろしく。はい、あのね、はい、僕らね、この最近このオープニングこのテンションでやってるでしょ、うん、なんか普通の時に、うん、あれ今日元気ないのって言われることがあるんですよ、うんうん、いやそうじゃない、違う、うん、僕らはずっと内に秘めてるもんがあるやん、そのただ解放してるだけやん、うん、やっぱね、さっきリクさんも直前で言ってましたけど、やっぱ波がある、うんうんうん、俺らはもうハワイの海のように荒ぶる波なんだって、うん、おー、人力って書いてビッグウェブって言うんだから、ということだよ、そういうことか。やっていきたいと思いますけど、なるほどね。まあね、はい、全然話変わるんですけど、一旦さ、ごめん、うん、ごめんね、一旦テンション戻してみて、うん、普通に話せるテンションでね、はい、調節したいなと思うんですけど、はい、最近めっちゃ寒くなったじゃないですか、ね、急にね、寒くなったね。で、先週末ぐらいも一気に、うん、真冬の寒さになったね、うん、時期というか2日ぐらいあった時に、ね、僕らちょっと撮影で朝方、うんうんうん、もうメイクの時間と4時とか3時とかに、まあまあね、もはや夜中ですよ、はい、で気温下がってるんで、僕朝お風呂入るんしゃ人なんですけど、とにかくそのお風呂上がってから体を拭いて服着るまでの寒い時間っていうのがめちゃくちゃ嫌いなんですよ。汗っかけで今でも T シャツのやつが何を言うてんねんって話なんですけど、で僕ほんまにこれ言われたらちょっといろんな人に幻滅されると思うんですけど、僕ね、浴槽の中で全部済ましちゃうんですよ。で何がって思うじゃないですか、うん、まあだから歯磨きすんのとか、うん、洗顔すんのとかまあ、うん、分かると思うんですけど、うん、まさか風呂でご飯でも食うんか、そこちょっと行き過ぎちょっと行き過ぎたな、ごめんごめん、浴槽の中で、はい、バスタオル持って行ってまず体を拭くんですよ、それ拭くんで頭も拭きます、うんうん、でパジャマとかを、うん、もう言ったら浴室乾燥用の物干し竿にかけちゃうんです、うん、全部、おだからお風呂上がったら、うん、もうあとはドライヤーで髪の毛乾かすだけっていう状態になってるんですよ、うん、冬場は。でこの間僕それ初めてした、今年、うん、やっぱ気持ちいいね。若干の湿り気は帯びないの？あ、そのかけてる服でしょ。そう、なんて言うの、そのでもさ、よく考えてみて、別に外で服を着たって、うん、ちょっと拭き忘れたところがあったりとかしたら変わらんよね、うん、待って、結構さ細かいとこ気にするタイプだけどさ、はい、そういうの気にしないんだ。気にせえへんの。びっくりするわ、本当に。どういうこと？これそれこれしてる人おらんのかなと思って。だって、うん、なんかどんだけ部屋をね、うん、暖房で温めてても、うん、あそこのお風呂場のそのなんていうか洗面台のとことかってやっぱちょっとやっぱ空気寒いじゃないですか。確かに。これが、うん、僕は耐えれないんですよ、うん、なんか体温調節機能があんまなくて、うん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 、だからこれをしないと、うん、なんかもうそのうーって寒くて、うん、それで別に風邪ひいたことあんのかって聞かれたらそうじゃないんですけど、うん、なんかその時間がとても嫌で、その日さ朝、現場で会ってさ、うん、まあ、ジン君おはようって入ってきてさ、はい、まあ、アウター着てますか、はい、一番最初にしたのはリュックからタオル取り出してめっちゃ汗拭いてたじゃんか。ああ、そうですね。いやそうなるんだったら別にアウターいらんくねみたいな。あ、うん、そのお風呂上がりですぐ服着るかちょっと熱くなるんじゃんみたいな。なんて言うんやろうな、だからなんて言うんやろう、その意地なんか、意地なんかもう究極気温を変えずに移動したいんですよね、僕からしたら。なんて言うんやろう、だからもう外は外で寒いんやったら、うん、もうそのなんか会社の中とかお店の中とかもそのままで行ってほしいみたいな。ああ、なるほどね、うん、はいはい、分かる、それは、うん、もうなんならもうその服の状態で一生過ごせるようにしていきたいなっていうのはありますけどね、うんうんうん、でその万能の機能も兼ね備えた服をもう誰かジンクにあげてほしい、うん、いや、うん、本当っすよ、うん、まあ、リクさんはフロアで別に全部済ませないタイプ。済ませない、済ませない。いや僕はもうだから普通に歯磨きとかは湯船作らないようにするけど、はい、結構僕長風呂するんで、はいはい、出た瞬間のちょっと寒って感じ、結構俺好きで、はい、でそれで寒い寒いって言って急いで体拭いてすぐベッドなんかザッて入るみたいな、でぬくぬくするのがすごい好き。それも冬しかできないから。分からんわ。え？分からん。もうだったら僕もその服着て、うん、もう言ったら、うん、洗面所のところにも布団置いちゃう、もう、 うわ、そんまま寝る。うわ、そしたら絶対腰痛くするから服着て服着て布団履いた状態でドライヤーこうやってわわわわってやってもう寝ちゃう、もうやだ、それぐらいいちゃう。夏場とかだから僕お風呂上がってからもうしばらくねすっぽんぽんなんですよ。いやいやいや、本当に、あっちって。ということでね、はい、皆さん本当にいろいろ話しましたけど、はい、くれぐれも風邪はひかないように。本当そうですということで、じゃあ今日も元気でいきましょう。ウィーケンドザ・ランページ。お送りした曲はザ・ランページ from Exile Tribe で
Live It Up でした。 Riku The Rampage from Exile Tribe。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。番組終了後9時30分からニコニコチャンネルの動画配信も行いますのでぜひチェックしてください。お願いします。早速冒頭の僕らのトークについて感想が来ています。あー、ください、ください。千葉県のオルケスタさん、はい、オープニングのハワイの波弾くの早かったですね。まだ、はい、ちなみにジン君は洗面所に布団引くってことは LDK はいらず風呂&洗面所だけあれば最悪住めるってことですか？まあ究極だそうですよね、うん、やべえ。だからあのなんていうのもうそのだからほんまちゃんとしてるんですよ。でもちっちゃい時とか僕ほんとめんどくさがりすぎて、うん、トイレめっちゃ我慢してたんですよ。なんですか、おしっこする時間がすっごい嫌やったんですよね。トイレ行くの怖かったとかじゃなくて、うん、なんか友達とかで盛り上がって会話してても、うん、俺がどっか行って戻ってきた時に会話についていけないのが嫌で、だから我慢してたんですずっと。1日3回ぐらいしかトイレでかな。おもろ。風呂とかもあんまね、だからめんどくさがりなんでね。変わってるんですよねその辺。ないんですよ。はい、ということで、はい、今日はねこちらの企画コーナー行きたいと思います。 Weekend News。こんばんは、ウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど最近のトピックスをニュース形式でお届けします。では本日のニュースラインナップをご紹介していきましょう。ランページ久々の撮影三昧。ザランページフロムエグザイルトライブがありがたいことに撮影尽くしない1週間を過ごしました、うん、とにかく撮影撮影撮影。マネージャーさん曰く今週はかなり詰め込みましたねとのことです。続いてはこちら。パフォーマー劉遅刻論を語る。ザ・ランページ・フォーム・エグザイル・トライブの劉さんが早朝の仕事現場にて独自の遅刻論を語りました。メンバー内では遅刻する前提の時間にアラームを設定するなんておかしいと物議を醸しています。いやー今週結構撮影しましたね。したねー。あー相当撮ったね。うん、うん、で何が困るって、撮影三昧ってことは、これからのことをやってるんで、まだ発表できないんですよ。そうなんです。なかなかね、話すね、ネタがないんですけど、まあ、そこは、どうですか？僕ね、思ったのは、まあ、その内容は言えないんだけど、まあ、撮影ですから、こう、メイクさんに髪の毛セットしてもらって、まあ、ファンデーション塗ったりとか、眉が明るくしたりとか、あるじゃないですか。で、まあ、それでちゃんとメイク全部顔も、髪もしてもらって、やっていくわけなんですけども、ちょっと待ってよと、うん、僕ら男じゃないですか、はい、だからそういう撮影ものがないとやんないじゃん、はい、普段はもう帽子かぶっちゃうしとか、女性の皆さんは毎日自分でやるんですよ。まあそうですね。でなおかつ毎日ね、毎日確かに仕事行くときは、あ人に会うときはね、えぐくない？俺ちょっとね、そうか、改めてゾッとした。確かに確かに、うん、俺正直好きじゃないのね、あんまりメイク、リクさんすぐ落とすもんね。そう、好きじゃなくて、まあ肌弱いってのもあるんだけど、はいはいはい、だから本当に女性すごいんだなっていうのを改めて感じたこの撮影三昧ウィークだった、ね、女性の努力というか、やっぱ撮影しようと思ったら、そんなん込み込みでやっぱり僕ら16人もいる、2時間早く撮影できるわけじゃないですか、その時間がなかったら、うん、1人ね30分から40分ぐらいかかるし、うん、はい、そう考えたらすごいよね、すごすぎる、うん。あとまあ撮影関連で言ったら減量ね。減量ね。やっぱり、まあ表情とか顔のね、感じもそうですし、体のラインとか見える撮影だったら、やっぱ減量しないといけないっていうのも。するんですよ。大変でね。まあ、そのダイエットしてる人も中にはいらっしゃると思うんですけど、結構本格的にやるときと、まあそんなにそこまでちゃんと動ける体を作るときとっていうのはあるんですけど、結構本格的な時、今もそうなんですけど、もう一日水の量限られてるとか、うん、こんだけしか飲めないとか、うん、やっぱ水分飲んじゃうとむくんだりとかするんで、うん、それを我慢する時のね、大変さ、この辺もやっぱね撮影ならではのしんどさというかね、僕結構ねライブに匹敵するぐらいしんどいんですよ撮影って、うん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 、それぐらいね過酷なことをここ数日やってたっていうね。今日ジン君あと水どれくらい飲めんの？僕はとこれ200ミリですね。200ミリリットル、はい、今日は1リットル OK やったんですけど、
普通に言ったら 200ml ってプロテイン1回分水で200で飲むんで、だね、だからもうプロテインも固形物で入れるしかないんで、うん、プロテインバーとか、うん、ささみとかで入れるしかないんで、でこれだから1回経験してみたら分かると思うんですけど、水も意外と飲んでたんやなって、うん、なんかね、うん、あの健康にはたくさん飲んだ方がいいとは言われるんですけど、意外とこんな飲んでたんだなっていうのも思いましたね。スピーディーに体カット出すにね、もうそれやんないとね、うん、そうなんですよ、しょうがないよね。はい、まあね、その撮影つながりでさっきね、あの龍の遅刻論を語るっていうね、トピックありましたけど、突っ込んだあのそのまさに朝一の撮影の時に、うん、はい、僕一緒のメイク時間なんですよ。基本的にランページって4人ずつ4444で、うん、あの同じ時間帯でやるんですけど、うん、あのメイクして少し経ったら、なんか龍のメイクしてるとこはなんかトトトトトントトトトトンって聞こえて、バーアラームの音やと思って、うん、龍に、あ、消し忘れてました、すいませんって言って、いやすいませんはいいねんけど、うん、これ今これで起きたとしたら完全遅刻の時間やんっていう話をしたんですよ。でこの時間になんでアラーム設定してんのって疑問で思ったら、龍曰くその、うん、やっぱり彼の中でも遅刻の大中小があるみたいで、うん、やっぱここでアラームで起きて、うん、来たらショーやと、遅刻のショーなんですよ。ほうほう、あ、15分のショーだと。そう、いやでも俺からしたら関係ないから、全部一緒や、うん、その時間になんかアラーム設定してるの面白くて、うん、しかもなんか爆音やったら分かりますよ、うん、でもなんかすごい心地のいい、なんかトト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 ンみたいな、あるね、あのすっごいナチュラルなね、うん、アラーム音やったのがすっごい面白くて、うん、やっぱ人それぞれなんだなと思って、うん、もうね、そもそも遅刻する前提でアラームセットしてんのがムカつく。遅刻すんなと、まず、うんうん、そこよ。僕はね、いつも5分前までなんですよ。うん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 、なんてやるな、その早すぎても、うん、二度寝しちゃうじゃないですか。そうだね。だからなんかこう、起きないといけない30分ぐらい前から、つけといてなんですけど、うんうん、まあ、リクさんの基本遅刻しないですもんね。絶対しない、僕は。ああ。うん。1時間か1時間半ぐらい前に起きて、集合の、うん、仕事スタートの、はいはい、に起きて、でも30分ぐらいちょっとのんびり風呂入って、はい、すっきりした状態で行くのが僕の毎朝のモーニングルーティーンです。ああ、いいですね。はい。やっぱだからね、この、いろいろ季節のね、あの移り変わりで、やっぱりこう寝坊したりとかするタイミング多いんじゃないかな、皆さんも経験あると思うんですけど、うんうんうん、なんかね、いろんな対策で皆さんね、あのちょっと遅刻は本当にね、信用を失ってしまうので。本当そうよ。うん、はい、うんうん。気をつけなあかんですね。はい。龍みたいにね、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。最近ちょっとね、あの遅刻することがあるっていうのもね、はい、気をつけていただきたいなと思います。はい。以上、ウィーケンニュースでした。さて次はこちらのテーマをお送りしましょう。あなたの代わりに。さあ、ストレスが溜まっているあなたの代わりに僕らが思いっきり叫び散らかしていくコーナーでございます。流れとしては、うっぷんエピソードのメールを紹介。それに対して僕らがリスナーさんの気持ちになって思いっきり叫び散らかします。まず一言を言わせていただきますと、これ僕らもかなり体力、カロリーが必要となります。間違いない。はい。なので僕らも全力で皆さんのストレスに向き合っていこうかなと思います。じゃあまずは僕に肉をくれ。じゃあ早速。やっていきたいと思います。大阪のカイデンさん。お、カイデンさん、今の職場で働いて8年目になります。はい。この前休日にもかかわらず上司から電話がかかってきました。お、5分くらいで話が終わって切ろうとしたんですが、なかなか切ってくれず話を聞いていると、靴下に穴が開いて買いに行きたいんだけどどう思うかな、私決まったものしか履けないからというのを10分ほど相談されました。はい。なぜ貴重な休みにそんな話をされてるのって思いましたが、上司なので適当にはあしらえず、そうなんですか、あ、そうなんですか、困りましたね、などと答えながら聞いていました。そこでお願いです。どうでもいい相談をさせ、貴重な休みを邪魔された私の怒りを代弁してください。よろしくお願いいたします。これは女性の上司に対しての怒りですね。うわ、まあ、人間関係ね。なるほどね。うん、先輩後輩難しいですし、ね、僕らも仕事してて、やっぱり休みが大事っていうのはものすごくわかります、うん。うん。そうだよね。まあ、これ普通に誰もが同じ思いなんじゃないかなと思います。うんうんうん、世の中で同じ思いをしてる人たちのね、うん、気持ちを全部もうクリアにしてくださいよ、リクさんの一言で。オッケー。じゃあ、行っていきましょう。うわ、いいですね。行きます。
おいおい、上司さんよ。上司だって何でも許されると思ってんの？声。ん？なあ。あんた、自分が偉かったら何やってもいいと思ってんか？うん。貴重な休みの邪魔しないでもらっていいですか？そんなことする人には僕が、鉄拳戦災だ！来るよ！気合の一撃、ぶちかましたるよ、僕が、カエレンさんの代わりに。なあ、上司さんよ。そんなね、どうでもいい話は家族にしろ。部下に話すんじゃないよ。すごい靴下の話しただけで鉄拳制裁食らわないといけないですね、うん、やっぱり。以上です。あ、カエレンさん大丈夫ですかね。はい、カエレンさんちょっとスッキリしたかな。うん、続いていきます。はい、仙台市カズリックさん。おう、夜ご飯にナスの味噌田楽を作ろう思うて。やべえ、叫んだら熱くなってきた。ナスを油を敷いたフライパンへ投入したらめっちゃ油が跳ねました。めっちゃ熱いんですけど。なんか温度差ありますこれ。なんかメールの温度差あります。ナスの田楽作ろう思うて、ナスを油を敷いたらフライパンへ投入したらめっちゃ油跳ねてしまった。めっちゃ熱いんですけど。じゃあ、いきますね。これを読んだ僕の中のこの野郎は誰が読んでくれんねん。ナス野郎。メンタル、メンタル。いやー、解説をお願いします。あのね、うん、水は跳ねるし、カエルは跳ねる、油も跳ねるやろで、当たり前やないか、こんなもんは。ナス田楽美味しいんやから。すごい冷たい言い方すれば、知らんしって思っちゃうっていうね。じゃあ続きましていきましょうか、ドーム型のフライパンでも買ってください。島根県の牧田さんですね。今年の5月にお付き合いしていた方とお別れをしたのですが、はい、私が実家に帰っていたため彼の荷物が私の家に置いたままになっていました。おうおうおう。先日ようやく実家から帰ってくることができたので荷物どうしますか、うん、と連絡をすると、はい、取りに行くよというので、はい、彼が少しでも持って帰りやすいようにと服を圧縮袋に詰めたりして縮めておきました。はいはい。すると数日後彼から LINE が、そこにはやっぱり持ってきてという文字が。え、重い教科書あるのに、さらにあの大量の服まで持って、私は学校行くの、うん、と思いつつ、私の性格上強く言えず、うん、結局引き受けてしまいました。しかし、イライラが収まりません。はい、どうか成仏させてください。これでもちょっと嫌です ね、 嫌だね。これは自分に置き換えたら、うん、やっぱそこはね、お互いがちゃんとした関係をね、うん、なんか、まあね、別れたとしてもやっぱ保たないといけないですから、うん、ね、本当そうですよ。これちょっと熱い、うん、この野郎もらった方がいいんじゃないですかね。Okay、 うん、じゃあ行きましょうか。いや、ごめんなさい、元カレさんよ。僕、あなたに会ったこともないし、名前も顔も知らんけど、これだけは言えるわ。男の価値、下げんといてもらっていいですか。おー、やばい。南の帝王張りのちょっと関西弁混じりの。なんて言うんだろう。ちょっとね、これ僕、普通にこう見て、ちょっとね、がっかりです。その元カレさんに。おい。頼まれて持ってきてじゃないのよ、うん、まとめといてくれてありがとう、うん、いつ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 なら行けるんだけどこの日大丈夫ですか、うん、で、あんたから提案すんのが筋やねんな、うんうん、ガチや。ああ、うん、ちょっとね、そんなんができない、ちょっとね、うん、彼とは、まあ、その牧田さんも別れて正解、うんうんうん、で、その元彼さんにはもう男の価値下げんなよと言いたい、うんうんうん、で、次同じようなことしたら僕が何するか分からんよ。わあ、以上です。素晴らしいね。いや、いいね。俺もちょっと熱いの読みたいね。熱いね、これ。うわ、マジか。ちょっとなんか燃えてきたわ。燃えてきた？ゆうこっこさん。おう、ゆうこっこさん。私がトイレに行ってるうちに彼氏がデザートを2個食べてました。普通女子がデザート食べるって分かりますよね。彼女がいるのに杏仁豆腐2個食べるってありえます？あれ、なんかちょっと待って。杏仁豆腐？あれ？なんかあれ？ゆるーい、ゆるーい。ゆるいなぁ。もう一回読んでいい？もう一回読んで。私がトイレに行ってるうちに、彼氏がデザート2個食べていました、うん。普通女子がデザート食べるってわかりますよね。彼女がいるのに、うん、杏仁豆腐2個食べるってあります？これやっぱ温度差ありますよね。
え？なんか、あれ、なんか算数のなんか、誰、あれ、あの、2個リンゴ買ってきました。今リンゴ何個あるでしょうみたいなテンションですかこれは。この野郎、やっちゃいましょうか。やって、無理やり。デザート、4個買えばええんちゃう？いやいや待って、もう何にも言えなくなっちゃうんですよ。困り果ててるから、うん、それはもうどうせ2人でなんか、うん、ちょっともう何してんの杏仁豆腐2個食うて私の分はごめんじゃあ高ってくるわってその話じゃないんですかこれ、うん、まあねもちろん自分の分食べられたっていうのは嫌ですけれどもなんか今の先ほどのね人のねゆうここさん悩み聞いてくださいよ世の中にあんないろんな思いを抱えてる人がいるわけですそしたら自分の悩みってミジンコやんって思わんツイッターでも確かに4個買えばいいわって、うん、クサって書いてある、うん、ミジンコ野郎でええやんさあということで、はい今日はこんな、あこの曲流れたということはですねあなたの代わりにこの野郎は今日をもって終了となりますねまあ、この企画ちょっと長いことやったんで勘違いしてる方も思うんですけどこれメールテーマやったんですよねなんでこれまで 2,3 ヶ月やったら次のメールテーマに変更したんですかかなり跳ねたので長めにやってましたねなんかカズマに言ってもらったりとかいろいろありましたけどはい。でまあ SNS 上ではメールテーマってなくなっちゃったのって誤解してる人もいるぐらいやったんでということで新たなメールテーマ変更になりますお何ですかそれはその新たなメールテーマとは盛り上がること間違いなしのメールテーマとは何来週以降に発表しますのでお楽しみにうわー冷めるうわ冷めるこれぞウィーケン節なら、なりいやーもうね長くやってね締めが杏仁豆腐ってね、うん、まあまあキレはあるよなうん、うん、どうするこれまるで杏仁豆腐のように柔らかいコーナーでしたねいやうまいこと言わんでええねんここで一曲お送りしましょうザランページフロムエグザイルトライブでシーズンしかもシーズンズということでお送りした曲はザランページフォーム EXILE TRIBE でシーズンズでしたさあベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページそろそろお別れの時間ですこの後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてくださいお願いします、はい、ここでお知らせです、はい、ニューシングルフィアーズが絶賛発売中そして、10月30日にはライブオンラインインフィニティハロウィンがザランページそしてファンタスティックスバリスティックボーイズと3チームで、行いますので、うん、詳しくは、アベマ LTH で検索してくださいよろしくお願いします。ということで、メールいただいてます。はい、コシケンカナリュウさん、もうカナリュウすごいな。今日あと 200ml しか水分取れないジンさん、はい、この野郎のコーナーで叫び切って 200ml 使い切ったのではないかと勝手に心配しているのですが大丈夫そうですか。ああなんかそれ言われて今めっちゃ水飲みたくなってきた。僕ねさっきからね嫌味のように前ジンクの目の前でね水を飲み散らかしてます。僕だからここスタジオ入ってまだ 100ml ぐらいしかいってない。ね飲んでないよね。ああ普段もう一本空いてるもんね。そうですよ。ああ、うん、まあ、水飲みたいな。うん水飲みた。はやっぱなんか当たり前当たり前は当たり前じゃないって思う。なんかいろんなことに対して。ああお水おいしい、うん、なんか人の優しさとか気持ちとかって敏感に触れようなんか優しい人には優しくしよう大事だよ、うん、それ本当にね、はい、ということで、うん、この後ね動画パートもあります、うん、いつも恒例のね企画があったりとかします、はいはい、そしてまあランページね撮影だったりね、あのね、うん今月末の、うん、イベントに、はい、向けてリハーサルも進んでますので、うんはいはい引き続きちょっと活動の方もね皆さんぜひチェックしていただけたらなと思います、うん、よろしくお願いします、はい、さてウィーケンドザ・ランページここまでお送りしたのはザ・ランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリグでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。